はい、どうもこんばんは、エナジーです。よいしょ、いつもご視聴ありがとうございます。今回はブレイクダンスの動きを使った体幹トレーニングをやっていきたいと思います。で、僕はブレイクダンス14年やってまして、4度ほど優勝経験があって、いろんなところでワークショップやってるんですけども、まあ、今回のトレーニングっていうのは、ヒットトレーニングっていうのにも値すると思います。最初の種目っていうのはですね、この座った状態から左足をついて右足を蹴って内側に入れて、うつ伏せから座り姿勢に戻る、これを繰り返していきます。一瞬ブレイクダンスでいうストマックっていう技が入る感じですね。内側に入れて戻る、全然上手じゃなくてもいいんで、とりあえず蹴って内側に入れて座る、この感じでやっていきましょう。ちなみにですね、ヒットトレーニングっていうのはですね、ハイインテンシティインターバルトレーニングって言って、高負荷のね、トレーニングって言われて、脂肪燃焼効果がね、通常の運動よりも6倍も10倍もあると、言われているっていうところなんですけども、デメリットとしては負荷が強いということなんで、いろんなトレーニングありますけども、正直ブレイクダンスの動きが一番ですね、ヒットトレーニングに値すると思いますと。はい、それではね、逆サイド行きましょう。今度は右足ついた状態で左足を蹴って、それを内側に入れてうつ伏せから座る。これね、動きは上手じゃなくてもいいんですけども、この全身運動っていうのがですね、めちゃくちゃ熱くなります。かなり大変だと思います。一瞬ですね、これね、蹴ってうつ伏せに、こっからね、こう床に近づく、このシーンっていうのが結構ですね、ゆっくり下げてるので腕も非常にきます。さあ、静かに座り姿勢、蹴ってうつ伏せになりながら静かに座り姿勢、これを繰り返していきます。はい、 OK です。こんな感じでね、どん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 違うねバージョンも続けていきたいと思います。さあ、わけわかんないドリルからね、いきますと。続いての種目、これはねそんなに難しくないですね。うつ伏せの状態から体を開いて、でその開いた足は浮かせた状態で戻していきます。離れた手はね、腰に手を当てていきましょう。蹴って戻す、しっかり少し落として戻す、腰も床すれすれで戻す、続けていきます。はい、さあ徐々に辛くなってきます、体幹が。さあ、まだまだね、2本目なんで余裕だと思いますが、頑張っていきましょう。こうやってね、ねじる動きっていうのは、とにかくブレイキンっていうのは多いんですよね。なのでね、この動きに耐えられる、力をつけたいと思いますと。さあ、徐々に熱くなってきますということですね。じゃあ次は、肘をついたね、プランクの体勢から、両サイドに足を上げていくような形でやっていきたいと思います。これはね、よくあるあるだと思います。で、上げる時にね、少し体も前へ出してあげてください。肘をね、少し畳むというか、感じでいきましょう。若干これね、きついと思います。さあ、しっかり上げて、上げるときに伏せる。上げるときに伏せる。そう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 。そうそう。えい。はい、頑張って。えい、もう一丁。はい。はい、いけ。いけるよ。そう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 。いいね。さあ、行こう。さあ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、OK。さあ、徐々にね、体も温まってきてるんじゃないでしょうか、ということで。次が、結構大変です。これ一番大変じゃないかな。座った状態で、足をね、右と左に蹴っていきます。その時に対角線上の手をついた状態で、いきますと。これはね、よく見たことあると思います。蹴って戻す、蹴って戻す、蹴って戻す、蹴って戻す。このペースでやったら結構大変ですね。これはね、腸腰筋とかね、お腹の、下、おへそとか足の付け根の部分の筋肉も鍛えながら、もちろん腹筋も鍛えられます。なので、実際にお尻ついた状態でこうやってね、キックする人も全然います。ブレイキンの動きで頑張れ、辛いない、OK。 じゃあこれ最後のね、種目ですね、プランクの体勢でですね、ズールスピンを、サイドバイサイドっていうか、両サイドをやっていきます。ズールスピンね、できない人は、必ずね、ズールスピンの、動画をチェックしてください。さあ、うつ伏せの状態から右足畳んで1回転してうつ伏せ、左足畳んでうつ伏せ、右足畳んでうつ伏せ、左足畳んで全身運動。はい、ゆっくり回っていく、いいですね、回っていく、いいね。はい、このリズムでしっかりと、はい、左足畳んで、はい、頑張れ、いける。はい、右足畳んで、左足畳む、はい、右足畳む、いいよ。さあ、ラスト頑張れ、
さあ行こう。さあラスト、お疲れ様でした。まあちょいブレたけどね。はい、結構ねいい感じでね動けたと思います。はい、素晴らしい。今回の動画がよければグッドボタン、悪くてもグッドボタン、チャンネル登録やコメント、ご要望などもお待ちしております。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。